社長にこういうのがあるよって紹介してもらって、そのやっぱ自分に力がまだ足りてないなっていうのをすごい感じてたっていうところと、小さい会社って結構その経営とかでもし、失敗とかしてしまった時にその、こういうふうに間違えてしまったりとかした時に、結構その間違いのダメージを吸収できるような力っていうのが逆にないのかなっていうのはすごい思ってて、なんでその小さい会社だからこそ結構そのなんていうんですかね、そのセオリーみたいなのを知ってた方がいいのかなっていうのはすごい自分の中にこう不安としてあったので、いい機会だなと思って。何かつまずいてたりとか悩んでたりすることって、こう同じ年代の方も確かに近くにもいらっしゃるんですけど、やっぱりある意味こう、同じ地域でやってる仲間でもあり、ライバルでもあるっていうのはすごくあって、やっぱりその経営の悩みとかそういうのを本気で打ち明けたりとかっていうのは難しくって、かといってやっぱりその全くこう勤め人の方というか、大学の時仲良かったっていうような友人だとかでも、やっぱり全然その立場が違うのかなっていうのはあって、そういうのが心からこう何の気負いもなくというか相談できる同期がいるっていうのはすごいいいことだなと思います。小規模の会社さんは逆に絶対行った方がいいと思いますね。規模に対して比率としてはすごい投資額だと思うんですけど、やっぱり社長も昨日言ってたみたいにその後のことを考えると、全然大きな投資ではないっていうふうに言ってたんですけど、はい、やっぱりその小さい会社の経営者であるからこそ、やっぱり何かあった時にいろんな人が寄って相談できたりするわけではないところもあると思うんです。なんか自分たちの限られたこう知恵と限られた資源を使って何とかしていかなければいけないっていうのがある中で、やっぱりその知識なり経験なりを持ってるか持ってないかで判断に絶対差が出てくるっていうふうに思います、あとやっぱりその同期がたくさん全国で同じように後継者の立場としてこう日々頑張ってるじゃないですか。それを思うとやっぱり自分も負けられないなっていうのとか、やっぱり頑張りたいなっていう思いはすごい強いのかなと思います。